我々としてはだから民事再生っていうものと通常の訴訟っていうのを両方でお願いしてるんで、ただまず一つ早急にお願いしたのはやっぱり従業員の、これも雇用契約書をお渡ししましたので、であの従業員から の, その LINE とか LINE とかっていうか、あと Twitter とかブロックをされちゃうので、なんだかちょっとその大津さんなり豊田先生が従業員とか、あと債権者の窓口の電話番号をちょっとなんか公開とかしていただけないですかね。私の連絡先は基本公開はされてるんです。でも豊田先生のところでいいですか、というかとりあえず受けてはしまいますけれども、うん、ちょっともう内容次第なんです、それはあの対応するかどうかは、はい、こっちに来るのが結局僕は電話が公開してるんで、うん、僕どこに来ても結局は僕は代表者でも何でもないのでね、うん、だからそれは大津さんにって言ったら、大津さんはもうツイッターで聞いても全部ブロックされるからどうしたらいいんでしょうかっていう状態で来るんで、そうか、まあ、それすると豊田先生のところでっていうんだったら全然 OK です。今のような話がツイッターですとか LINE ですとかでされるということに結構違和感を持つんですけれども、あ、まあそうですよね。はい、そりゃそうですよね。あのね、可能であれば大津さん宛てか、まあ、場合によっては私宛てにやっぱり、ね、あのファックスか、なんかね、郵便かでね、欲しいですね。単純に大津さんがその電話番号と公表せずに全部メールで、あとなんか全然関係のないっていうかよくわからない人から電話してるようなんですよね。その大津さんじゃないなんかなんか岩井さんっていう人とか、なんか事務局とか一緒で、でホームページもそのそもそも政治家女子法廷党の本当のホームページかどうかわからないものをやってるわけですよ。ご存知先生、あのあれしかないです、ここになんか LINE 送って、あの問い合わせはメールしてくださいって送ってるんですけど、そもそもそれが申請なる政治家女子法廷党の大津さんが代表のものかっていうのもわからないもん状況で、うん、まあ、だからそうですね、表示上はちょっとわかりにくいで、ね、でしかもそこに今あの多くの方がやっぱりその前任者というかその前にいた黒川君がもう住所のところにですね、まあ、暴力団の人間をまあ外線生かしてるっていうのはもう皆さんそう思っちゃってるわけですよ。だから問い合わせるのが怖いっていうのはあるんですけど、まあ、一方でお給料どうなってる、貸したお金どうなるっていうことについてはやっぱり僕に聞かれてももうどうしようもできないので、豊田先生の番号教えていいんだったらそれを僕はかかっていたやつは教えていくし、全然構いません、はい、だから公開してますんで、わかりました、はい、でもできればファックスがいいです。いやそれはもうそんなの最近ファックス使わないからな。いやファックスとかじゃなくてみんな怒ってるんですよこれ、うん、だから金返せって言ってるのに何の連絡もないっていう状態に対して怒ってるんですよ、うん、ここにいる人たちほとんど債権者ですよ、うん、党の職員とかが給料もらえないとか党にお金を貸してる、でそれが4月から放置されていて、特に4、5、6なんて何もしてなかったわけですよね、うん、急に私ですとかって言い出したわけですよ。で書いてますけど3月29日に辞めますってはっきりみんなの前で言って、でそれで辞めますって言ったから返金してくれっていうのを止めた人まで、またじゃあどうしたらいいのって、その怒りをどうぶつけていいのかっていうレベルなんですよ。だから豊田先生はそのような状況ってお分かりになってずに6月ぐらいから受けられてるけども、その債権者の怒りってファックスにしてくださいってなめてんのかコロナって話なんですよ。俺の金使いしてくれんねんっていう話なんですよ。だから大津さんは怖がって自分の電話番号も出さないし、聞いても回答しないわけですよ。給料いつか払ってくれるんですか、いつ返金してくれるんですかって。だからそこについてはさすがにファックスとかじゃなくて一度債権者の声を聞いていただくのは大事だと思いますよ。だって今回だって我々は別にこの調書、あの書類を渡すことについてはできれば裁判の判決をもらいたかったです。でも債権者の皆さんがやっぱり裁判でお金を返してほしい、でもできれば支払い督促に今異議申し立てされてますけども、それはもう先生の方で認諾して終わらせてほしいわけですよ。全国から松戸まで来なきゃいけないから、今今日までだったらその不治だから異議申し立ては分かりますよ。でもこれをご覧になってその先生の方で異議申し立てを維持されるって意味が正直わからないですもん、うん、まあ、少なくともこの内容をきちんと見ないと。そうですね、それはわかります。だからその内容を見る時間っていうのがね、そんな1ヶ月もかかるわけじゃないじゃないですか。こんなのこれだけ見るだけなんですから。だって裁判してる人って120人で120人の名前がここに入ってるわけで、じゃあその人に返金してないことが通帳で見たら1人5分待ったらわかるわけじゃないですか。1日でできる仕事ですよ。だそれをやるやらないは先生のそれは急ぎでやるからなんか自由ですけど、それをやっぱり債権者としては電話で督促したいじゃないですか。我々だって裁判所に急ぎのものは電話するのと一緒じゃないですか。ちょっとあの僕は何度も言ってますけど、債権者一番に考えてるっていうことです。でもそれを大津さんが債権者に向けてのコメントは何一つされないわけですよ。それは先生認識されてますよね、債権者の皆さんへとかっていうことについては。まあ、立花さんが貸してくれということで借りたお金ということですよね、はいはい、代表を代わるから奥さん、はい、あとはちょっと債権者対応をお願いします、はいはい、
で各債権者との関係性はこの資料があれば分かるからと、はい、そういう引き継ぎをされてれば分からなくはないです、うん、だったらその引き継ぎをされてないんだったら3月8日自体が、うん、あの5人で代表権もらえないんじゃないですか。だって錯誤無効じゃないですか、錯誤無効。でもじゃあ3月29日にあれだけやめるやめると20回近く言っておいてですよ、それをじゃあ脅されたから代表を辞めませんとおっしゃってるわけですよ、ツイッターで。王さんは何を騙したとか何を脅したんですかっていうことについてはまだ弁明いただいてないですよ。少なくとも3月の8日には確かに説明不足でした。でも3月27日に9時間説明しました。で3月29日にもみんなの前で説明しました。理解されて辞めると何度もおっしゃった。斉藤君に代表者渡すと言った。でもそれが脅されたからあれは無効なんだと主張されてるんですよ。でも先生の答弁書、別の裁判での反論を見ると、いやいや私は書面で出すと、書面で出してない以上は辞任してないというご主張なわけですよ。でそんな法律のことは置いといてですよ、お金返してっていうことを党に言ってきてるわけですよね。代表者が斉藤君であろうが大津さんであろうがどっちでもいいと。とすると今先生の方がもう代表者だということで、登記も総務省も認めてるわけで、これ我々も協力してるわけですよ。早く債権者にお金を返すというか対応してください。それに対してじゃあ橘個人が借りてるんだとかいう弁明をされるってことなんですか。それはないですよね。実際もう債権者、各債権者から、うん、あの柏の事務所にいろいろな送達がされて、うん、でそれに対して代表者大津さんとして弁護士を専念して対応をしてるわけです。そうですね、はい、以上です、うん、だからそれを早くしてください、以上です。やっぱりね、はい、あの先ほど の, その橘さんがそもそも借りたんですよねと、借りあの貸してくれと言って政党で借りたんですよ。ただそれは代表者から借りると借りたんです。橘さんが今の話をするのはやはり筋違いだと感じます。僕だから別に債権者はいいんですよ、債権者は党に貸したのに返してもおかしいっていうのはいい。だから僕今債権者の立場で喋ってるわけじゃないですか、うん、いやだからなんで立花さんが債権者の立場になるんですか。それだってそうじゃないですか、道徳責任があるじゃないですか、僕が代表の時に借りて。あ、いや立花さんの意見をじゃあ私債権者の、200人の代理人としてじゃあ認めますよ、その通りですよ、債権者の意思は今立花さんがおっしゃった通り、うん、だって僕は代表者が斉藤君に変われば、3月29日に変わればお金返してくださいっていう人がいなくなって、うん、この党の破綻状態が解消されますよと説明して大津さんもご納得いただいたんですよね、うん、なのにその後黒川なる人物がですね、何かを言ってですね、うん、でそれを覆したわけですよね、うん、それに対して債権者怒ってるわけですよ、まあ怒ってるか不安を感じてるわけですよ。だから3月29日に大津さんが辞めると言ったことに対して、じゃあなぜ辞めていないのかっていうところについては、脅されたから、脅迫ですって書いて終わりてるじゃないですか。4月6日に脅迫ですって書いてますよ。 それを我々は従業員もみんなそれを聞きたいんですよ。何を脅したんですかと。騙してもないし脅してもないし、現にこうやって取り付け騒ぎ起こってるじゃないですか。だから従業員だって大津さんが辞めるって言ったから皆さん待ってたのに、4月の6日に打ち合わせしますって言われて、でお給料どうするんですかって言ったら、お給料は払えるかどうか分かりませんって言われたんですよ。大津さん書いてます、4月の6日にちゃんと脅されたので強要ですって、うん、大津さんは待ってんだっけ。特に大津さんがいろいろな、まあ、表明をしていたとか、うん、そういうのは、まあ、ある程度把握はしていた。そうでしょうね、うん、だからこの表明について先生はこの時点で大津さんの誰でもなかったわけですから、だから先生の代理された6月なわけであってね、大津さんはそのような過去に問題の発言があってね、これもし脅してたんだったらこちらの責任ですよ。説明不足があったんだったらいくらでも説明しますよ。9時間説明してわからない人にもう一度説明したるわけですよ。本人納得してたんですよ、こうなるのって分かってて。なのに黒川という人物が連れ去っていって、で何か吹き込んだんでしょう。私が間違った説明なんか一切してないですよ、嘘偽りなくやってますよ。それを証明したいから今日もう裁判の判決決定の前にお渡ししたいわけですよ。何よりも大津さんは私に不正があると一生懸命おっしゃってますけども、何の不正もないですよ、ぜひ調べてくださいって話ですよ、うんうん、はい、まあ1ヶ月かけずにやらないといけないでしょうね。あの不正の方は別にいいですそんなの見つけられないのは大変だから、見つけたらはいこれってなるんでしょうけど、少なくとも従業員のお給料に関してはりそな銀行は斉藤君と大津さんの判子があれば同意があればいいって言ってるわけですから、その審判を待たずに早急に今週でも来週でも解決してほしいところですけどね。そこは
弁護士さんとして当然じゃないですか。だっていやですからまだわからないです。いやいや、あの見つけられればね。だってこれだけじゃないですか。今までは我々も大津さんの代表権を争って、彼女が代表者でないという前提でこの帳簿も渡さずに来ました、うん、で債権者からの問い合わせ等に対するいろんな事務については立花さん中心に対応してきましたけれども、この帳簿を渡すっていうことは第一審の判決が出るまで少なくとも大津さんを仮の代表者として我々もある程度は認めて動かざるを得ない。だから今回この帳簿も一旦お預けお渡しして、大津さん、添田先生がもう党の代表者側としてきちんと対応していただかなきゃいけない。だからそれ以降の責任、当然今立花さんおっしゃってる通り従業員の給与、しかるべき払うべき税金等ですね、払っていただかなきゃいけないし、民事再生だってこれから党の代表者として適切に対応いただかないとそれぞれ報告義務で再生法上の犯罪になってくるので、そういう責任が強くのしかかってるっていうことをぜひ大津さんはちゃんと理解していただきたいんです。それを先生からもちゃんと説明していただきたいんですよね。もう今までとはもうレベルの違う責任がかかってくるんだということをよく分かってほしい。まあしかも私はここに来て帳簿を閲覧することについてはずっと OK してますからね。4月の最初の時だけはさすがにちょっと感情がありましたからもうここに入れないと言いましたけども、もう少なくとも5月や6月の段階でね、青汁王子のところに行ってっていう時にはどうぞ帳簿を見に来てくださいと明確に公表してますから、今回の和解の時だって別にご覧いただくのはいつも構いません、むしろ早く進めてくださいということをずっとお願いしてるじゃないですか。だから不正を見つけるのは別にゆっくりやってください、別に1年2年でもかけてやってもらえばいいんですけど、さすがに裁判になってるやつについてはちょっと急ぎで対応していただきたいというのがお願いです。はい、もうそれはお願いでしかないので、はい、ここで時間使ってるのもこれ直ちに持って帰っていただいて精査していただくというのが、はい、あ、すいません、なんか箱を用意していただいたみたいなんですけど、あ、それはもちろん、はい、はい、大丈夫です、はい、今日のところは、はい、はい、できるだけ早く認諾いただくことを、そうですね、心の底よりお願いします。私は関係ないですが、債権者の皆さんがやっぱり松戸に来るまでが大変だとおっしゃっていますので、はい、はい、じゃあよろしくどうぞ。よろしくお願いします。再度台車借りても、ああ、もちろん、はい、ついていきますので、はい、もちろん、もちろん、はい、じゃあすいません、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、じゃあお疲れ様でした。どうも、はい、お願いします。ということで終わりました今日はもう本当に債権者の皆さんが早く一日も早くお金返してもらえるっていう